パパママバイバイは、サオトメカツモトの絵本。また、それを原作とした株式会社映像企画の、劇場用アニメーション作品。1977年、横浜市で起こった、米軍機墜落事件を元にした、絵本作品。題名の、パパママバイバイは、ゆうくんのモデルである男児の最後の言葉とされている。1979年、 ソード文化社から出版される。作、佐おと勝本、作詞、門倉くら作画、鈴木たくま。2001年、日本図書センターから再販されている。絵本を原作とする、アニメーション映画。ホール等で、自主上映された。1984年7月8日公開。カラー75分。横浜に住む元気で仲の良いゆうくん。 すくん兄弟は両親の深い愛情を受け楽しく暮らしていた。隣に住む小学生のかおりちゃんとも大の仲良しで本当のお姉さんのように募っていた。ある日、かおりの通う小学校で運動会があり、ゆうくんとすくんはかおりの応援に行くことを楽しみにしていた。しかし、風邪をひいた二人は運動会に行くことができなくなり、当日家でかおりの応援をする。 その頃、小学校上空にエンジン火災を起こした米軍の RF-4B 戦術偵察機ファントム2が現れた。その後乗員二人は射出座席で脱出、制御を失ったファントムは運動会に参加していた全員の前で優君たちの住む住宅地に墜落した。基地を離陸したばかりで燃料を満載していた偵察機は 周囲約400メートルの住宅20軒以上を巻き込んで大爆発を起こした。すべてを目の当たりにした香織は急いで駆けつけるが火の海で近寄れない。やがて自衛隊のヘリコプターがやってくるが無傷の米軍パイロットだけを救出して去ってしまい香織の同級生の新八は激怒する。優くんと安くん、優くん安くんママとか織の母は 住民によって救出され、病院に運ばれた。香りの母は、一命を取り留めたが、ゆうくんとやすくんは、全身やけどを負い、その日の夜、ゆうくんは、パパママバイバイの言葉を残し、やすくんは、ハトポッポの歌を口ずさみながら、5歳と3歳という、あまりにも短い生涯を閉じた。ゆうくんやすくんママは、4ヶ月間に60回以上の、皮膚移植受けるものの、 治療の会なく、我がこの死を知らされないまま、亡くなってしまった。二人の幼い命を奪った悲惨さ、日米地位協定を盾に、罰せられることのない米軍パイロットの理不尽さを描いたアニメ映画である。お参照。ありがとうございます。